ねえ先生本当に来るんだよね今祇園寺さんが動いてくれている本番で肝心の張本にいねえとか勘弁してくれよにゃ大丈夫だよきっと来るそうですよね田所さんああ祇園寺さんのためにもお前らの作った曲のためにもまだ終わるわけにはいかねえ駿河大臣 よかった、捕まって。ギオ寺さん、一体何です先ほどの辞任会見、ご覧にならなかったのですか私は大臣を辞めました。もうあなたとは関係ない。関係ないわけないでしょう<っ>今から私は、カラーレーション総裁ではなく、ギオ寺ジ衆として、あなたに話します。だからあなたも、駿河冬一として、向き合ってください。いい加減にしてほしい。茶番なら終わりにし。冬一 今日は逃げずに聞いていてほし頼むよこの通りだお前は本当に頭の悪い男だな昔からそうだ正義を振りかざし周りを巻き込むなら今だけでいい俺に巻き込まれてくれ何が言いたい連れて行きたい場所があるは頼む一緒に来てくれおい こんなところに連れてきて、どういうつもりだいいから時間をくれ !10 分だけでいいから。何なんだお前は。いつもいつも。35年経っても俺をイラつかせる。冬一どうして俺にそこまで構うお前は俺を恨んでるだろう。もっと憎めよ。そのすがりつくような目、理解ができない。腹立たしい、俺がお前にしてきたことを忘れたか 忘れてないよ。ちゃんと怒ってる。なら俺を蔑めばいい。嫌って恨め。それは。できない。どうしてだお前が俺の親友だからだ、はあ。子供みたいなことを言うな。俺はこの35年ずっとお前を恨んできた。それが生きる意味だった。お前がデビューイベントをしていた日。 大雨が降ってたんだ俺は借金取りに追われびしょ濡れで逃げ回っていた捕まって殴られボコボコにされてさ通り過ぎる奴ら全員人ごとで見向きもしない床に這いつくばってる自分がショーウィンドウに映ってボロ雑巾みたいだったよ <laughs> この世界は腐ってるそう思ったその時さ 駅ビルのモニターに、笑顔のお前が映ってた。ご立派に、綺麗な衣装を着てさ、明るいライトを浴びて、俺はお前を心底憎んだ。殺してやりたいほどに。だからこの人生をかけてお前の人生を奪ってやると決めた。戸渡さんがきっかけだったとしても、お前が一人でデビューを選んだ事実は変わらない。俺はエンタメが、音楽が。 大嫌いだ。でもな、一番嫌いなのは、お前だ。それでも、俺は不一を恨むことはできない。偽善者ぶるのはやめろ俺を悪者にして苦しめよ。俺はお前のそういう顔が見たかった。悪者になんかできるはずない。確かに苦しかった。この三十五年間。 なら。でもそれはお前も一緒だ。俺は、ずっと伝えたかったんだ。それは、お前を責める言葉じゃない。ごめんな、冬一あの時、お前が苦しんでたのに、寄り添ってやれなくて、そばにいれなかった。やめろ、違う、俺はお前のこと、分かってやれなくて。 本当に悪かった。やめろって言ってるだろでも、お前が聞きたかったのは、この言葉だろ。う。<laughs> いい加減、もう終わりにしよう。自分たちで抜け出さないと、この地獄はずっと続く。俺は、お前を救いたい。今日お前をここに呼んだのは、届けたいものがあったからだ。<laughs> ステージを見てくれ。 あれは色の葉の生徒だ。あの子たちが、五人で今から歌う。その曲を聴いてほしい。ふざけるな何の歌うのは、俺たちのデビュー曲だ。世に出なかったあの曲。<あ>冬一言ってたよな。いつか大きなスタジアムで、自分の作った曲を披露したいって。それが夢だって。あの子たちが、 俺たちが途中まで作った未完成の曲を仕上げてくれた歌詞は俺が書いたお前を思って書いたんだだから送りたいんだこの曲を冬一が作ってくれた最高の音楽をお前に返したいどうしてお前はいつもそうなんだなぜ俺の予想を裏切る そのセリフは曲を聴いてから言ってくれ。俺はまだ、お前に何も届けていない。この曲が第一歩だ。俺たちの止まっていた時間は、この曲をきっかけに35年前から動き出すんだよ。これが俺の、リスタートだ。